今一度言うアップデートなんとかなんないかなもう何度も言ってるけど今一度言うよアップデートなんとかなんないかなうんアプリのアップデートもそうだしスマホそのもののアップデートまあその言い方が合ってんのか知らないけどうーんどうなんだろうまあいろんなね要素あるんだろうけどわアップデートされたそして改善された自分が気になったとこが改善されたやったー っていう回数と、うわー、アップデートでなんかもう使い方変わってるわ、めんどくさいな、っていう回数。天秤にかけてみたらどうかな。まあ、あ天秤使う必要もないかもね。普通に数えりゃいいだけだから。なんでおもしみたいにして、天秤で測るのかはわかんない。それはわかんない。普通に数えた方が早いとは思うけどね、このか場合は。天秤使うより。単純に数えてみて、指折り数えてみて。どうだろうか。やったやった気になったとか改善されたっていうとこあんまないんだよな。 ううわわわ変っってるわってるいうのが、うん、多いまあ YouTube のね回でも言ってるけど YouTube のコメント欄も要はアップデートで変わっちゃったわけですからそれが一体何なんだろうっていうこっちには伝わってきてないよあなたのねメリットなのかもしんないけどこっちにはただ単にデメ,リットデメリットになってるよっていうこと多いんじゃないそっちの都合なんじゃないそっちの都合っていうのは良くないよそれはわかるよねそれは考えてほしい。 でスマホそのもののアップデートもこの間あってすごいでしょなんかパーセンテージのバーみたいなの出てきてまあ機種によって違うんだろうけどこう123このペースこのペースはつらいよと思ってたら急に最後788692みたいな時もあるしなんだったのそのパーセンテージみたいなの表示はもっと言うと時間が出るわけですよ 何時間かかります、まあこれも機種とかねあれによるんだろうけどそれが出て3時間かかりますうわ3時間かかるんだまあでもやるしかないかやった1時間半2、えー、1時間30分20分みたいなギュンギュンギュンと変わる時あるでしょじゃあ何だったのあの時間はそれネット環境とかあるんだろうけど大嘘じゃん最初の3時間はびっくりするよアップデートとかしてほしいんだろうけどできないよ3時間って出たら びっくりする。ギュンって減るんだったらもう意味ないよ、パーセンテージも時間も。何の信用も置けないよ、あそこに。ギュンって変わるんだもん。まあ短くなるのは嬉しいからね、そりゃいいんだけど。最初のやつすごいから3時間とか。1回やるとした時10時間の時とかあったし。めちゃくちゃじゃん。天文学的数字じゃん。アップデートで10時間とか。なんだったの結局違ったしね。家でやってみたら。どういうことなんだよ。その辺もわかんないし。 でこないだそれがあってやったあげくなんかそのど,どういう良さがあるのか一個も今んところ良さはなくてなんか絵文字の押す絵文字がここで押したら出てくるよの顔のボタンがグッてちょっとこういうでしょ絵文字ですがうんこうなってんだよこの絵文字ここ押したら絵文字出てきますよのこれがちょっとこうなってたんだよ気のせいかな多分そうでずっと見てたこれが 何そのパーフェクトヒューマン的な首の動きされてもそれが何なの何だったのあの時間辛かったよその時間ずっとスマホで何にもできないわけだからあの時間を耐えて変わったのがこうなってるのとかあとあの絵文字のこのやつがちょっとギュッてなってたな口とこのギザギザの口と目がギュッてなってたこれも気のせいかなちょっとみんなの意見聞きたいけどギュッてなってたな どういうい意味ですかあれ,あれになったらあれになったら何なの本当にそのために待ったの30分もそういうことなのかななんかそういう意味分かんないになるしあとボタンの配置変わったりとかねそれもあったんだよなんかデータ写真とかまあ何でも映像でも何でもいいんですけどそれをこう削除するゴミ箱のやつがここにあったのがここになってたよ3つなんかあってここにゴミ箱あったのがここになってたよ喜ぶ人いるの やったゴミ箱が真ん中に来たっていう人紹介してほしいわ。アップデートによってゴミ箱に近かったっていう人紹介してほしいわ。何ヶ月もこっちやってたゴミ箱が急にここに行って、喜ぶ人いるのかなあそれ30分、まあもっと1時間とかのアップデートやって、ゴミ箱が真ん中に行った。これがキュッてなった。これがグッてなった。喜ぶ人いるのかなそれで。まあ細かいのはあるんだろうけどね、そりゃ。 うん。細かいことあるんだろうけど届いてないよっていう話。で、あとなんか音も変わってんだよね。ドキドキ。それダメ。なんかカメラの音もカシャだったのがなんか全然違う音になってんだよ。なんかポーンみたいな。ポーンみたいになっちゃダメだよ。動画みたいな音になっちゃってるから。撮れてんのかわかんないから。やった音変わったってなるかな。一回それ考えてみてほしいわ。 もうアップデート関連その、そういうことはもう散々言ってるけど、やったーってなるかなそこもう一回、もう一回考えて。皆さんどうですかその、うってなったのと、ぐってなったのとかの、わかればコメント欄にぜひ書いてください。まあ、急にコメントを求めるシステムになってね、全然わけわかんない人もいると思いますけど、まあそういうことですから、アップデートですから、それもアップデートですからね。うん。納得いかないけどな。 では、さようなら。